皆さんこんばんは、カフアです。いかがお過ごしだったでしょうか。今宵の朗読は不思議の国のアリスです。絵本バージョンでお届けいたします。私の朗読放送は最近はバイノーラル音源で360度のサラウンドで楽しんでいただいていたのですが、近頃とてもリクエストの多い ASMR でお届けしようと思います。バイノーラルだと皆さんの耳元からいろんな角度で360度音が動いていく、こんな感じで音源は立体的に360度に動いていくのですが、 ASMR になるとどんな感じかというと、こんな感じです。皆さんの耳元で話してる感じ、これが ASMR ですよね。で、これがなぜそんなにリクエストが多いのか私にはよくわかりません。でもリクエストをせっかくいただいたので、今夜の朗読は ASMR バージョンでお届けします。普通のバージョンも作るので、普通のバージョンがママの胸は
セルブプレイ。 Good night.